高橋由一チャンネル。最低賃金の話なんですが、日経新聞の4月25日の社説でですね、生産性高め最低賃金引き上げを進めよっていう記事で、都道府県ごとに定める最低賃金の2024年度の引き上げ幅について厚生労働省の審議会は全国平均で1時間あたり50円を目安にすると決めた。2023年度の43円を回り過去最大の上げ幅だ。物価高で家計が圧迫され、実質賃金はマイナスが続く。非正規従業員は最低賃金に近い水準で働く人も多く、生活を支える上で大幅引き上げは必然といえる。インフレ下では最低賃金の上昇は早まる。企業はさらなる賃上げできるよう生産性を高めるべきだというですね、書いてあったんですが、まあ、あの日経さん、気合だね、これはね。気合の記事だね。気合なんですね。まあ、あの、こういう話するときにね、はい、海外がどうのこうのとか言ってね、はい、気合を、あの、なんか持ち込もうとする人いるんだけどさ、はいはいはい、でもさ、企業経営者だったらわかると思うんだけど、はい、あの、上げすぎたら、うん、実は雇用できなくなっちゃうよね、というのが。賃金上げすぎたらこれできなくなるよねって、まずはあるよね。だからそれはそれぞれの国によって、はい、の雇用状況によって全然違うわけだよね。はい。うん。はい、だからこういうのって別に他の国のやつを持ってきて、はい、カースレートでなんかぶっかけたりしてやっても、それほど有益な話って出にくいんだよね。だからそれぞれの国の雇用状況を見ながら考えるわけね。はいはい、で、雇用状況を見るっていう時に、この番組で何回もいろいろ言ってるけど、フィリップス関係っていうのが一番重要なんですよね。はい、これは何を意味してるかっていうと、普通の単純なフィリップス関係っていうのは失業率と、はい、それとあと、まあ、物価なんですよね。はいはい、でもね、もともとフィリップスっていうのは、はい、実は失業率と賃金の上昇率のことを言ったんだね。そうなんですね。そう。で、物価の話と賃金の上昇率って結構関係があるから、はい、別にどっちを持ってきてもそれほど間違いではないんだけどね。フィリップス関係の、はい、理論を応用すると、うん、実は、最低賃金もどのくらいまで上げたら、まあ、労使ともにね、はい、満足できるかっていうところのことはある程度推計できるんですよ。はい、で、それで、この過去のね、はい、失業率、それとあと、賃金の、最低賃金の上昇率、っていうのを、まあ、ずっと長く取ってみると、うん、まあ、大体、ここの範囲で収まっていけば、うん、まあ、それほど労使ともに文句がないって、水準がある程度分かるんですよね。うん、うん。で、それは、ものすごく上げすぎたら、もうその次の年はすぐ、ちょっと、もうこれは参ったっていう話になるじゃん。最低賃金を決める審議会っていうのは、労使のとも人入ってるからさ、はい、言ってみるとさ、まあ、お互いのね、立場を、まあ、見ながら、お互いの意見を、尊重しながらやるっていう意味で、市場と似てれば似てんだよ。ある意味で、どっちが一方的に勝つとかね、どっちが一方的に負けるとかそういうのもないわけですね。まあ、マーケットってそういうもんでさ、はい、まあ、あれだよね、マーケットメカニズムっていうのは、一方的にさ、消費者が勝つとかね、一方的に生産者が勝つじゃなくて、まあ、折り合い、程よいところで折り合うじゃない。はい、そういうふうに結構似てるといえば似てるんだよね、この審議会のやり方ってね。で、それで見てみると、ずっといろんな過去のやつ見ると、そのある傾向線があるんだけど、はい、飛び抜けた線ところも何点かあるんだよね。だからそういうのを見てみて、大体の傾向線でのところだと、まあ、よし。それからすごく飛び抜けてると、これはちょっとやりすぎだったって形になるんだよね。で、そういうのを見ると、まあ、2010年の、民主党政権というのが飛び抜けて、実は失業率が毎年すごく高かったにもかかわらずね、もう上げちゃったんだよ。で、そういうのは、韓国なんかでも似たようなことがあってね、はい、もう無理やりもう軍政権になった時に猛烈に最低賃金上げてんだよね。で、そうすると次の年も必ず無理で疾病会社が来るんだよ。それはどちらかというと最低賃金上げすぎてね、雇用がもう維持できなくなっちゃうんだよ。そうか。というのもあります。はい、だから、これはこれでね、ちょっと過去の例を見るとね、これで私は、安倍さんが以前ね、最低賃金の引き上げっていうのを政治的に言いたいと言ったことがあってね、はいはいはい、そういった時にね、高橋さんどのくらいかっていうふうに聞いてくるわけじゃない、うん。そうすると私がやっぱりさ、数字で、具体的な数字で言わなきゃいけないじゃん、はい。そうすると前の年の失業率、
っていうのを加味して、このくらいですよって言ったことあるわけ。はい、それでも随分昔の計算だったんで、はい、5.5 から前の年の失業率を引くと、大体、まあ、まともな数字になると。はい、で、そういうふうに言ったら、前の年の失業率 2.5 ぐらいだったから、3% ぐらいですことをね、はい、安倍さん挙げてたんだよね。で、それでも計算したのは随分昔だったんで、はい、8年ぐらい前だったかな。ちょっと今私、やり直してみたわけ。はい、そしてやり直してみたら、だいぶちょっと状況も変わってたんで、はい、どういうような計算式になったかっていうと、6.9 から前の年の失業率に 1.2 をかけたやつを引くと大体いいという数字、そういう数字なの。で、前の年の失業率っていうのが今年は 2.6、はい、だからそこに 1.2 かける、はい、3.1 でしょ、はい、それを 6.9 から引いてあげる、 3.8 ぐらいかな。そうですね、うん、だから 4% ぐらい、はいはい、そうすると今回の引き上げっていうのは 5% ぐらいだから、ちょっとやりすぎて、はい、こういう答えですよ。そういうことですね。で、そうすると前回も、去年も 4% 上げたでしょと、はい。そこもちょっとやりすぎてんだけどね。でもね、ちょっと前のコロナの時に、はい、ものすごく全然上げなかったことがあった。あ、うん、でコロナの時全然上げなかったことあったから、はい、そのコロナのやつをちょっと取り返したっていうふうに思うと、前回はギリギリ、なるほど、可能 OK だったかもしれない。今回はまたやっちゃったってことで、ちょっとこれ苦しいかなと。そういうね、評価になるわけです。そうすると来年あたり雇用があんまりも良くなくなる確率は高いね。あ、そうですか。ちょっと上げすぎちゃった。だからそうすると中小企業の方から見ると、はい、まあ大企業の方だったら多分払えるよね。5% ぐらいの最低賃金で払えると思うんだけど、うん、やっぱり中小企業で、これ最低賃金で全部の企業で全部決めちゃうからね。はい、儲かってない企業あるからね。はい、そこは苦しくなる。そうするとそこは払えない。払えないと実は雇用しなくなる。これ見てね、自分の企業はね、払えるか払えないかって見たら、はい、平均的に上にいるかいないか分かるよ。なるほど。企業の方から見ればね。そうか。そうですね。うん、だからこれ 4% ぐらいだと、かっこね、まあ、払える企業が多くなってるんだと思うんだけどね。5% だとちょっと、って感じになるかもしれない。5% 上げてたら結構従業員が多いと大変ですね。大変は大変で 1% の違いだけどね。だから、私がもしか、その政策顧問だったら、4% っていうのを賃金しただろうね、おそらくね。これギリギリですね、つって。そこでギリギリなんです、ね。これで、でも去年も 4%、4.4% ちょっと上げたじゃないかって言われたらね、はい、去年はコロナの時の戻しですよって言ってね、というふうに私だったら説明するくらいかな。そうなんですね。じゃあもう、うん、日経はもうただ単に気合で頑張れって言ってる。こういう計算しないからな。そうなんです、うん。なんかさ、最後の方に書いたんだけど、日経財には望ましい最低賃金を実現するには、労使対立を超える合理的な決定方式がいると。エコノミストら、情勢分析に関する英国も参考に有識者が議論を主導する方法を検討する必要で、安倍政権の時に私がやってたけどな。ことなんですね。うん。そう。何こんなこと、後から言っちゃダメだよ、こんな。ごたく言うんだったらさ、計算しなよ。そう。うん、私もそういう合理的な話をしてるだけなんだ。合理的な計算も言えないでさ、五択並べてて気合を述べるっていうのはダメだね。そうですね。うん、だから日経新聞は私にね、保険されちゃうんだよ。だ日経新聞に書いたんじゃないか、そうやって。要するに有識者を議論を主導する方法を検討する人だって。なんで私の話を、算式をさ、聞きに来てさ、はい、言えばいいじゃない。そうですね。本当、合理的な決定方式がいるって書いてありますもんね。うん。もちろん言ってんのか、そうやって。労働者が一方的に有利になったりね。労働者が一方的に不利になったり、はい、企業の方が一方的に有利になったり、企業の方が一方的に不利になるってのはまずいってのは、それだからさっきみたいな算式、6.9 から毎年の失業率かける 1.2 っていうのを言ってんだからさ。はいはい、この計算式は高橋さんオリジナル？そうだよ。でもそれは元々がフィリップス関係っていうのから持ってくるから、もう、そんな変な話じゃないんだよ、うん。フィリップス関係の話っていうのは、安倍さんが、あれだよ、やっぱりかなり気に入っちゃって、はい、これで、安倍晋三回顧録にも書いてあるけどね、はいはい。フィリップス関係のちょっとした応用なんだけどね。10月6日の日曜日、はい、チャンネル主催の、トークショーイベントを行います。ぜひ、皆さんお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。